はい、こちらは滝川駅から2キロほど離れた住宅街です。多くの雪が降り積もり、深さはこのように私の足元をすっぽりと隠してしまうほどになっています。朝から取材を続けていますが、除雪車が入らない狭い道路に面した家の方々は特に雪かき作業に追われている状況でした。永山さん、本当に大変な状況だと思いますけど、町の皆さんの様子どうでしたか？はい、ご高齢の方は特に大変だと話していました。というのも、このように実際に雪を触ってみると水分が多く、ぎゅっと固まってしまう重たい雪になっているんです。そのため雪かき作業が体に負担が多いと話していました。そして道路を見てもらえるとわかるんですが、このようにザクザクと路面状況が悪くなっています。運転をする際はハンドルをしっかりと握ることが大切になります。そして今夜にかけて気温が氷点下に下がります。溶けた雪が凍結してしまう恐れがあるため、転倒事故にも注意が必要です。